はい、速稼塾の久保です。ちょっとねお得な情報が入りましたんで垂れ込んでおきます。ホテルに宿泊してテーマパークのフリーパスがついて2人で600円ということでございます。本当かいなって感じでしょ。レポートを読みますね。GoTo トラベルキャンペーンなどを利用するんですけども、まずテーマパークの場所とかですよね、その辺からお話ししないといけないかなと思いますので、テーマパークの場所は富士急ハイランドです。で、皆さんのお近くに富士急ハイランドございますかね。お近くの富士急ハイランドにお邪魔してください。富士急ハイランド、久しぶりにこの名前聞いたな。ちょっと言いにくいですね。富士急ハイランドね、こちらに行くことを検討中の皆様、富士急ハイランドのフリーパスは大人6200円なので2人で行くと12400円かかります。しかしこの料金をクーポンで連金するわけなんですよね。現在じゃらんっていうね旅行サイトがあるんですけども、こちらの方では、富士河口湖町っていうのがあるんですか、宿ホテルの宿泊のみ予約に使えるじゃらんクーポンが配布されています。これねクーポン券のことですけども、説明欄につけときますんで URL をそちらの方からご確認ください。今回ね画像も文章も出しませんので、私のトークと動画説明欄への誘導リンクだけでね、ちょっと使ってみてください。いいですか。こちらの方が一つ目ですね、じゃらんクーポンですね。そして対象ホテルである上り坂ホテルに富士急ラインハイランドのフリーパス付きプランがあるということなんですよ。いいですか。もう一回言いますよ。対象ホテルである上り坂ホテルに富士急ハイランドのフリーパス付きプランがあると。このフリーパス付きプランを選んでくださいってことです。こちらね料金は2人1泊で22,400円です。この料金に GoTo トラベルキャンペーン適用で14,560円、じゃらんの1万円クーポンと500円のクーポンが使えるので、差し引くとなんと4,060円になるわけですよ。ね。さらに GoTo トラベルキャンペーンのクーポンが 15% 分、要するに3000円もらえますよね。だからこれで計1,060円になるわけですよ。最後に細かいことなんだけども、ポイントが448円分つきます。ので実質612円でこのプランができちゃうということなんですよね。1000円札1枚でお釣りが来ますよ。ね、多分今日食べたランチ代よりも安いんじゃないですか。この1泊2日の旅行、テーマパークフリーパス代が入って。まあ富士急ハイランドに行くことをお考えでしたら、今私がねお話したプランを使わない手はないと思いますんで、お試しください。それではね、動画説明欄につけておきますからね。じゃらんの URL お試しください。